ッカー界のレジェンド3人それぞれの年末の様子がこちらです。シャガで取る、これがバロンドール取れるか取れないかの分かれ道だと思う。大怪我しとんねんネイマール。こうやって遊びまくってるからすぐ怪我するんやろ。怪我してるから遊んでるとも捉えられるモチベーション保つのどれだけ難しいことか。クリロナがあんま怪我しない理由考えて。逆に、練習嫌いでパーティー大好きなネイがこの3人で一番ドリブル技術高いの才能すぎる。ブレないスーパースターのお三方ネイマール先生のことは、そろそろ大先生と呼ぼうかな。フェルンドアシピニャッパ最高。ネイマールも決して毎日パーティー三昧というわけではなく来年の復帰に向けてリハビリに励んでおります。ほんまこういうとこよな。そういうことだろ左の人はサッカー選手かすら怪しい右の人はやりすぎな感じもするけど。ロナウドの美しきバキバキ彫刻ボディに目を奪われがちですがレオ様も相当な肉体美。ネイマールは怪我関係なく遊んでる。